ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは。ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明弘です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。さて今回は9月16日に行われました水戸ホーリーホックとの試合についてお伝えしていきます。それでは始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さてそれではまず先日のホームゲームを振り返りましょう。2023明治安田生命 J2 リーグ第35節ベガルタ仙台対水戸ホーリーホックの試合、午後6時3分からユアテックスタジアム仙台で行われました。2連勝の後、前回のホーム甲府戦ではスコアレスドロー、前節のアウェー岡山戦では0対1で敗れ、2試合無得点という状況の仙台。ただ失点も2試合で1とチーム全体として守備意識が強くなっていることがデータにも出ているというところ。それであればこそいい守備からリズムを作っていい攻撃得点につなげていきたい今季最後のホームナイターゲーム。スタメンは前節サブに入っていた鎌田選手と木田選手が入り、中島選手と松下選手が久しぶりにメンバー入りしました。顔ぶれも少し変え、3試合ぶりの勝利へという仙台でしたが、前半は水戸ペース。仙台のシュートはサイドからのクロスボールに合わせた2本のヘディングシュートのみで、逆に水戸は何度も決定的な場面を作り出しますが、仙台の選手も集中して守り、互いに得点が生まれないまま後半へ。すると後半立ち上がりから仙台が攻撃でチャンスを作っていきます。特に前線の選手を中心に人数をかけて連動する動きで水戸のゴールへ迫っていき、惜しい場面を何度も見せると、後半16分には相手のペナルティーエリアの中で内田選手が倒され PK を獲得。しかしこの PK は相手ゴールキーパーに止められ先制することができません。すると徐々にペースを取り戻してきた水戸に押し込まれ始め、後半39分、仙台から見て左側からのクロスを頭で合わせられ失点。その後はこの状況で何としてでも得点を生み出すために選手交代などで相手守備陣を崩そうとしますが、最後までゴールは割れず、このまま試合終了、悔しい敗戦となってしまいました。それでは試合後の選手のインタビューを聞いていただきましょう。まずは前半惜しいヘディングシュートを放つなど、この日も前線で走り回り攻守に貢献していました。背番号11番、ミッドフィルダー豪家選手です。豪家選手、話を伺いいたします。試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと惜しいでも勝てなかった残念というふうな試合だったと思います。振り返ってみていかがでしたでしょうか。やっぱり監督もハーフタイムにも試合終わりにも言ってましたけど、チーム全員のそういう戦う意識だったり球際だったり走るってところだとまだまだ足りなかったんで、はい、そこが全てだったのかなと思います。今日は前半かなり相手に攻め込まれたところを耐え切って、後半特に立ち上がりから、20分30分ぐらいまでですか、いいペースで進めてたと思うんですけれども、あのあたりはハーフタイムでかなりこういうふうにしようというふうな、例えば修正だったりとか声掛けがあったりしたんですか。まあ、戦術的なことではなくて、やっぱりさっきも言ったんですけど、走るところが前半全然だったんで、まずは後半の立ち上がりから意識していこうというのは監督から言われてました。そこでいい崩しもあってゴールに迫っていたところ、ちょっと本当惜しかったなと思って見てました。まあ、PK はしょうがないですけど、アウト、まあ、抜け出しだったりそういうチャンスもあったんで、それをこうチーム全員で決めきれないとやっぱこういう試合になってしまうなっていうのはあります。本当はもうね、どっちかというと僕は1失点は仕方ないかなというふうにも思ってるんで、やっぱちょっと得点できなかったところ、特にホームだったんで、まあちょっと悔しいなと思うサポーターも多いと思うんですけど、豪家選手でもいいヘディングなんかもあったんで、見ててプレーとしては調子は良かったんじゃないかと思いますか。いかがでしょう。そうですね、まあフィーリングとかもチャンスのところで顔出していけるとかあったんで、まああとはやっぱ決めきる、前線の選手もやっぱ3試合連続無得点なので、
まあ、危機感を持ってまた練習からやるだけかなと思います。また切り替えて次、まあ、上そして残り9月ホームもう1戦ありますけれども、そこ勝利目指してほしいなと思っているサポーターの皆さん本当多いと思いますので、ぜひ皆さんにメッセージいただけますか。まあ、まずはどんな状況でも毎試合毎試合来てくださるサポーターに本当感謝ですし、9月の残り2試合は、アウェーホームどっちも勝って、まあ、一緒に喜べるようにやっていきたいなと思います。本当にありがとうございました。ボーケ選手のゴール本当楽しみにしてますね。はい、頑張ります。ありがとうございました。続いて最終ラインでこの日もチームを支え強度の高い守備を見せてくれました。背番号5番ディフェンダー若狭選手です。若狭選手お話を伺いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。1点というところではすごく悔しいかなというところでした。ただまあ全体通してみると守備陣しっかりと集中して守ってたんじゃないかなと思いますけれども、振り返ってみていかがでしたでしょうか。まあね、結果として1点取られてやられてるんで、すごいディフェンス陣としては悔しいところはありますけど、大きいチャンスが2回ほどあった後に決められたっていうところで、まあ、ディフェンスはやっぱりそこでより一段階集中しなくちゃいけないところだったのに、まあ、失点してしまったんで、悔しいですね。はい、後半でも特にですけども、いい流れを作ってゴールに相手のゴールに迫っていた、まあ、そこは本当セカンドボールの回収というのが、何度も何度も繰り返し見られて、でやっぱりそのあたりというのはラインの押し上げだったりとか、集中して相手のボールを跳ね返したりとかっていうところはできていたからなのかなと思って見てましたけども、そのあたりは意識してましたか。それはもうここ何試合かすごい意識していて、コンパクトにすることによって、セカンドボールを多く拾える試合がここ何試合もあったので、まあ、それはもう引き続き継続して今後もやっていければ絶対プラスになると思うんで、はい、そこからさらにその前線につなげていってということですよね。はい、はいはい、ただ本当にチーム全体通して悪くはなかったと思うんですよ。でも本当に1点ちょっと悔しい結果となってしまいました。ここをさらに勝利につなげるためには若狭選手もう一つもし何か達成すれば、もちろんやっぱ最後の精度っていうシュートの精度っていうところはやっぱりまず第一に上がる部分だと思うし、まあ、そこはチームとして、もっともっと追求していかなくちゃいけないと思うし、まあ、今日学んだこと、まあ、そういうところで流れをこっちに引き寄せることができなかった後に、チームとしてやっぱり集中力をもう一段階上げないと、こういうふうな失点にして負けることもあるっていうこと、まあ、シーズンも残り少ないですけど、このようなゲームはもう二度とないようにしっかり糧としてまた次の試合から頑張っていければと思います。そうですね、もう本当逆に言えばこれのおかげでまたさらに強くなっていくっていう仙台を本当に期待しているサポーターもめちゃくちゃ多いと思いますね。はい、次こそ勝利を見せてほしいと思います。ぜひ皆さんにメッセージいただけますか。はい、今年は特に、なかなか勝てない試合が多い中、毎試合毎試合一緒に戦ってくれて本当にありがとうございます。残りの試合も少ないですけど、僕ら選手スタッフ全員で、諦めることなく全力で勝ちに向かっていくんで、残りの試合もよろしくお願いします。はい、引き続き安定感のある守備でチームを支えていってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後におよそ2ヶ月ぶりの試合出場もそのブランクを感じさせない動きを見せてくれました。背番号8番ミッドフィルダー松下選手です。松下選手にお話を伺いいたします。試合お疲れ様でした。お疲れ様です。まずは久しぶりの試合となりました。まあ、結果の前にですね、ご自身のプレーについてちょっと振り返っていただきたいなと思うんですが、どういったところを意識して今日は試合に臨みましたか。久々の試合ということで、これからも絡み続けるためには結果を残すしかないとは思ってたんですけど、まあ、ほとんどこう自分がプレーに関与することはなかったですし、失点のところで、まあ、失点の原因になってしまったっていうのはあるので、まあ、非常に不甲斐ないなと思います。こう途中出場というところでしたけども、監督からはどういった指示があって今日は入りましたか。まあ、ゲームを作ることだったり、まあ、ゲームをこう決めるようなプレーだったりっていうのは求められたところは、はい、あります。ご自身としてはどうでしょう、そのあたり手応えとしては。こうポジショニングを取る中で、まあ、ボールに関わることっていうのはほとんどなかったので、まあ、別にこう自分がボールを
触れる触れないでこう試合が決まるわけじゃないですけど、まあこう触れないなりに、まあポジショニングだったりだとか自分がどこを取るかで他の選手を不利にすることっていうのはあると思うので、まあそういうところはこう、うん、まあ自分が触るタイミングだったりそういう自分がかからないようなプレーでチームを前進させるようなことだったりっていうのは、まあ、もう少しうまくやれればなとは思います、うん、まあ結果を出せてないってことは事実としてあるので、そういう意味ではもっともっとやらないといけないと思いますし、うん、途中から出るってことはチームをさらにこう前向きに加速させるようなプレーっていうのは必要だと思うので、うん、まあそういう意味では今日の試合ではそういうプレーっていうのは出せなかったのかなというふうには、はい、反省しています。そしてまあチームとしてまあちょっとこれで3試合連続無得点となってしまいました。まあ今日は本当にゴールに迫るタイミングというのもめちゃくちゃ多かったので、まあゼロで結果終わってしまいましたけれども、そこまで悲観しなくてもいいのかなと思いますが、松下選手的にもし一つこれがまたプラスであれば得点勝利さらに近づくんじゃないかなと思うことって何かありますか？前への関わりというか、前線にボールが入った時のダイナミックさだったりだとか、ゴール前にかける人数であったりだとか、そういうところっていうのは、まあ、見ていて、まあ、やっていてこう少ないなっていうふうに思いますし、うん、そうですね、こうチャンスになった時の前へ向けるパワーだとか推進力っていうのをもう少し出さないといけないなっていうふうに思ってます。そういった意味では、まあ、残り試合少なくなってますけども松下選手が試合にたくさん絡ん でそういう強いプレーを見せて、さらにはできれば松下選手自身 その得点絡むシーンなんかもちょっと期待したいなと思うんですが、はい、いかがでしょうか？もちろんそういうプレーっていうのは出していきたいと思ってますし、求められているところだと思うので、うん、チームがうまくいってないところで何かを変えることっていうのは必要だと思いますし、その変える力っていうのを自分が担えればチームとしても良くなると思いますし、個人としても良くなるポイントだと思うので、さらに意識してやれればなと思います。サポーターに向けて最後気合のメッセージいただけますか？不甲斐ないこう内容だったり、結果っていうのをばっかりこう届けてしまっていて、すごくこう辛い思いというか、そういう思いをさせる中で自分たちがこうじゃあピッチで何を表現しないといけないのかっていうと、もちろん結果も必要ですし、その中でこう戦う気持ちだとか、球際の強さだとか、そういう走ることだったり当たり前のことっていうのがうまく出せない試合にはやっぱりこう勝てないので、そこをさらにこう表現できるようにもう一度チームを引き締めてこれから戦いたいなと思いますし、そのために皆さんと一緒に戦えればなと思います。もうその上で松下選手らしいもうおしゃれなプレー、おしゃれなパスでぜひ勝利に導いてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。相手の攻めを跳ね返した前半、そして自分たちの時間を確実に作った後半、ほんの少しの差で先に得点を挙げ勝利をつかむことができなかったということを考えると、本当にとても悔しい敗戦と言えますが、こういった経験をさらに積み重ね、一つでも多くの勝利をチームは目指しています。残り試合が少なくなってきた中で、最後まで前を向くチームへの皆さんのサポート、応援を次の試合からもまたよろしくお願いします。ということで、ここまで9月16日に行われました水戸ホーリーホックとの試合についてお伝えいたしました。ベガルタチャンネルレディオ、さて今回は聞いてみていかがでしたでしょうか？皆さんの聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。ベガルタ仙台、次の試合はアウェー戦です。9月23日土曜日、2023明治安田生命 J2 リーグ第36節、ベガルタ仙台対ジェフユナイテッド千葉の試合、福田電子アリーナで夜6時キックオフです。次のホームゲームはその翌週9月30日土曜日、2023明治安田生命 J2 リーグ第37節、
ベガルタ仙台対ロアッソ熊本の試合、ユアテックスタジアム仙台で午後1時キックオフです。この試合はベガルタ仙台誕生祭と題してイベントを開催。ベガルタ仙台の OB 選手が登場し、イベントやブース業務をお手伝いしていただく予定となっています。さらにベガルタ仙台の社内の各部門から様々なものを回収し、スタジアムでフリーマーケットを行う予定。レア物や懐かしの一品などどういったものが並ぶのかお楽しみにしていてください。その他にもイベントが盛りだくさんのユアテックスタジアム仙台で、次回も皆様のお越しをお待ちしています。ということで、ベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手、ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。